もじもじこうさん、もうすぐ食べるもい。iPhone から、ピアス配信っていう URL。40分きつかったですね。30分後とかにせよ。はい、家に帰ってきまして、ドタバタしております。改めてね、改めてこのパン、このパンたちを見たら、LINE が来た。この量ね、きれいに、せっかくここまでやったからきれいに並べようかな。うん、買った順で並べないとちょっと忘れちゃうな。シャムさん、おい、お疲れ様です。あ、シャムさん、お疲れ様です。よいしょ。なんかやっぱ勝手が違うな。 iPhone5 のツイキャス。ちなみにさっきハニーズで買ったシャツです。なんかね、2枚重ねになってて、この1枚目がこのボーダーになってるんだけど、ボーダーと透けてる素材のこの交互ボーダーだけど、中はタンクトップになってるみたいな。こね、1枚と、なんてやるの、これが中の普通の、中は普通の素材なんだけど、その上からこのこういうこと、あ、こういうこと、わかりやすい。よいしょ。これはブラックとカーキね、買ったよというわけです。なんだかんだやっぱり怖いから値札外せなかったですね。もし本当にすごい嫌だ。小塩さん、お帰りなさい。菱形、私も買い物行ってきました。菱形、洋服いい感じですね。本当丁寧に読む、ありがとうございます。いや、どうしようかな。サラダ作ろうと思ったんですけど、めんどくさくなっちゃって。ただいま。1時か。ジャズウォークオブマイライフさん、広川さん、お久しぶりです。今仕事の休憩です。こないだのツイキャス楽しかったみたいで参加できなくて本当に残念。ヤスさん、お久しぶりです。あ、今お仕事休憩中なんですね。今塩パンを7つ買ってきまして、シェンロンを出すところです。ただね、ちょっと今ドタバタしちゃってるんで、次の枠で食べ始めようかなと思います。それまでに、でも動画撮れないから別に綺麗にパン並べる必要ないかな。でも一回並べたいんでちょっと準備します。ちょっと、ちなみに部屋が暑いんで、下、こう上普通に洋服なんだけど、下パジャマです。こういう感じです。とりあえず、ジャズウォークオブマイライフさん、おお、やはり塩パン評論家ですね、わら。アズさん、広川さんの塩パン選手権見てから塩パン会に行くことにします。ショー。あ、本当ですか。夏の塩パン甲子園。小塩さん、私も塩パン買ってきました。菱形、一つ95円でした。あ、安いですね。どこのですかね。やっぱね、それぐらいのね、せめて108円ぐらいが塩パンの
ジャズウォークオブマイライフさん、時代は揚げ物に移ったかと思いました。 R27 さん、洗濯干してきました。服みたい。シャムさん、お洋服に合ってますね。あとしばらく揚げパン、揚げパンじゃないや、しばらく揚げ物は食べません。まあしんどい。本当はゆで卵を作りたかったんだけどな。なんかサラダ作ってます。 R27 さん、服みたいです。あ、服ですか。服、交換です。あれです、2枚重ねで、1枚目はこういう風に透けてるボーダーで、中は普通のシャツ、そういう感じですね。これのブラックと、カーキを買いました。なかなかね、カーキって持ってないんで、黒が黒ね。R27 さん、かわいいです。把握しないから改めてレシート出さないと分かんない。レシート3つしかなくない。もらってないとこあった。よし、ちょっと YouTube のためにも一回ここで切りますね。後でアップロードしたとき分かりやすいように。よいしょ、なんか何か髪の毛落ちてんの。じゃ次の枠では塩パンを紹介します。では